アジアプロ野球チャンピオンシップ侍ジャパン台湾戦スタメン。日本は1番中堅に岡林、中日沖雄、2番遊撃に小園、広島大分、中軸は3番左翼に森下、5番三塁に佐藤輝と、38年ぶりに阪神を日本一に導いた主軸を入れた4番一塁には牧 DeNA。 井端監督は前日15日初戦のオーダーについて問われ、決まっています、状態がいろいろあると思いますが実績も含めて考えました、イメージ通りかなと思っていますと自信を口にした。侍ジャパンは2017年の第1回大会で優勝、連覇に向けて大事な初戦となる。日ハムの4番はおるのに3番に抜擢されてるルーキーヤバすぎるわら。既視感あるスタメンだな、2人とも大暴れしてくれよ。森下、佐藤輝、頑張って。9番秋広は怖すぎ笑い。2番ショートこそもショート藤原じゃなくて岡林、9番秋広えぐいな。マンチュ、秋広林、行ったれ、やったれ、怪我なく頑張れ。森下、佐藤輝スタメン阪神と同じく3番、5番頑張ってほしいな。若い世代が集まってるとはいえ阪神の2人が中軸か、時代が変わったね。普通に強いなこれ、9番に秋広いるのも怖い。オールセントラルはライティー1万なり。お、岡林くん1番やん、大暴れしてほしいですね。マンナミーガイセリーグやん、わらわら。マンナミーガイセリーグオールスター。1番センター岡林は激アツ。阪神の選手がジャパンのクリーンナップに2人も。テルも今日は存分に暴れてよ。藤原じゃないんかい。巨人の若手会打線に並ぶわら。パリーグが万波しかない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。